はい、今回は2019年シリーズドラフト答え合わせをしていきましょう。このチャンネルは阪神タイガース情報を発しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば登録よろしくお願いいたします。ということで本編の方に戻りましょう。2019年シリーズドラフト答え合わせということで、今回はですね、2019年ドラフトについて考察をしていきたいと思います。2019年になりますと、もう早5年前ということで、現有戦力のど真ん中になっているはずの選手がですね、多くいるはずなので、この世代の選手がですね、活躍しているかどうかで現チームに、大きな影響を与えるんじゃないかなというふうにも思っていますので、早速見ていきましょう。シリーズドラフト答え合わせ2019、まずはですね、ドラフト6位5位から順番に見ていきましょう。はい、この年のドラフト6位はですね、小川一平投手です。東海大九州キャンパス、出身の投手ですね。でキャリアハイはですね、2020年、ドラフト1年目ですね、21試合に1軍で投げておりまして、防御率 4.71、奪三振率は 17.8%、フォアボール率は 12.9% という数字になっておりますけれども、皆さんご承知の通り、小川一平投手2023年9月にですね、トミー・ジョン手術を、終えしました。で現在はですね、リハビリ中の状況でございまして、2023年9月ですので、ようやく1年経ったかなという感じで、トミー・ジョン復活大体 1.5 年というような目安が立てられておりますので、早ければうまくいけば、来年の、春ですね、開幕には、間に合う可能性があるというような状況でございます。トミー・ジョンっていうとですね、阪神タイガース直近で高橋遥人投手なんかも手術していますけれど、さほど、今までのですね、リハビリ方法であったりとか、そういうところが確立されてきたっていうところもあって、球威が落ちるかどうかっていうところで言うと、そんなに、球威落ちるっていうようなイメージではないですよね。ドラゴンズなんかで言うと岩崎投手なんかもトミー・ジョン明け150キロ連発していますし、そのあたりは、大丈夫だと思います。で小川一平投手がですね、ドラフト6位から、開幕ローテにもですね、選ばれるような投手になったっていう時期もありまして、そういうところを考えればですね、怪我明け小川投手期待できるんじゃないかなというふうにも思っています。阪神タイガースの投手というところで見ていくと、一軍投手陣はですね、盤石ではありますけれども、二軍に目を向けてみるとですね、正直結構厳しい現状がありまして、なかなかじゃあ次の先発投手ですね、今一軍で投げている以外の先発投手、誰がいるのかと言われれば、ちょっとこう、くじこもってしまうというか、モーメズ投手なんかもですね、今日も、打たれてしまったりしましたので、そういう状況の中でですね、この小川一平投手の復活はですね、大きな期待になるんじゃないかなというふうに思っています。高橋遥人投手の復活に続きですね、小川一平投手の復活もですね、来年見れるんじゃないかなというような状況でございます。はい、でドラフト5位はですね、藤田健人捕手ですね、中京学院大学附属中京出身の、捕手でございます。で、直近3年間のですね、数字並べていますけれども、すべて2軍成績になりまして、2022年は、打率2割4分3厘、UZR はマイナスの 0.9、盗塁阻止率は2割2分7厘、2023年は打率2割1分2厘で、UZR はマイナスの 3.4、盗塁阻止率は2割5分0厘、2024年は打率1割9分4厘で、UZR マイナスの 0.1、盗塁阻止率は4割1分7厘というような形になっていまして、この藤田選手にですね、どこにポジションを持とうかなというふうにいろいろ見ているんですけれども、かなり難しい状況ではあります。あえて言うならばですね、盗塁阻止率、今年は格段に上がったよねっていうところは良かったよねっていうようなところなんですけれども、その反面打率はですね、年々低下してきてしまっているような状況でして、やっぱり今阪神タイガースに求められているのは、守れる捕手ももちろんそうなんですけれども、打てる捕手ということで、境田選手であったりとか、中川選手、これから優先していくべきなんじゃないかなというふうにも思っています。ただ藤田選手もですね、このまま食い下がるわけにはいかないと思いますので、守備を中心にですね、やっぱり最低限打てる、2軍でもやっぱり2割5分、このあたりまでは欲しいなっていうところだと思うんですけれども、1軍昇格っていう機会もありましたが、1軍での出場機会はですね、得ることができず、また2軍に戻ってしまった今年、非常に悔しい思いしていると思うので、高卒出身の捕手はなかなか対戦しないっていうようなジンクスもありますけれども、それに負けずにですね、頑張ってもらいたいなというふうに思います。
はい、ドラフト6位5位はですね、小川投手、藤田捕手でございました。続いてはですね、ドラフト4位3位を見ていきましょう。この選手たちです。はい、2022年の4位は遠藤選手、東海大附属相模高校出身の内野手です。直近3年間の試合、成績ですね、見ていくんですけれども、2022年は2割2分7厘、フォアボール率は 9.3%、盗塁は4個、UZR はプラスの 7.5、2023年は、打率がですね、2割7分0厘で、フォアボール率は 6.3%、盗塁は10個で、UZR が 19.3、2024年は打率が2割5分1厘で、フォアボール率は 14.6%、盗塁は27個、UZR はプラスの 6.5 という数字になっておりまして、まあ、個人的にはですね、もっと注目されてほしい選手のうちの一人なんですけれども、未だに一軍未出場というような状況でございまして、プロ5年目ですね、来年6年目になるんですけれども、2023年からはですね、2軍では確実にですね、成長を果たしておりまして、2023年の打率ですね、まずは、前年が2割2分7厘から、大きく、上がりまして、2割7分0厘と。で、今年はですね、打率を落としてしまったんですけれども、しっかりとフォアボール取っていくっていうところがですね、見て取れまして、今、いやらしいバッターになろうというような姿勢が見えるかなというフォアボール率の上昇。で、合わせてですね、盗塁ですね。まあ、失敗も多いんですけれども、2022年から4個、10個、27個ということで、まあ、かなり大幅にですね、盗塁を増やしている。で、守備はですね、ちょっとムラっ気あるかもしれませんけれども、これはセカンドでの1000イニングあたりの UZR ですね。まあ、常に、まあ、2軍クラスではありますけれども、プラス数値を叩き出しているということで、まあ、この2023、24とですね、まあ、遠藤選手、まあ、課題にしていたことをですね、確実にクリアしていくっていうような姿勢は見て取れるんですよね。で、成績もすごく上がっているものなので、ぜひぜひ1軍でも使ってあげてほしいなというふうに思うんですが、まあ、やっぱり1軍のセカンドと言われればですね、中野選手という、まあ、でかすぎる壁がありまして、この壁をですね、正直なかなかこじ開けることができていないということが現状になっております。今年は中野選手かなり不調の期間というのも長かったので、もしかしたらあるかなというふうにも思っていたんですけれども、結果から言うと、まあ、中野選手がですね、まあ、ずっと出場しているというような状況の中で、まあ、遠藤選手に出番回ってこなかったということになるんですが、2025年ですね、まあ、ぜひぜひ一軍争いですね、レギュラー争いを、できる土壌は整ってきていると思いますので、この遠藤選手、ぜひぜひ試してほしいなと思います。まあ、まずは秋キャンプでアピールですね、まあ、新監督になると思うんですけれども、新監督のフラットな面でですね、アピールできるように頑張ってもらいたいと思います。はい、で続きましてはドラフト3位はですね、及川投手になります。横浜高校出身の投手ですね。はい、でキャリアハイはですね、及川投手は1年目になっておりまして、1軍で39試合に投げて、防御率 3.69 と、で2つ三振率は 22.5% で、フォアボール率は 14.2% となりました。で、及川投手直近の成績載せているんですけれども、2024年は1軍で29試合に登板しておりまして、防御率 2.76、 奪三振率は 19%、 フォアボール率は 8.3% です。で、2024年のですね、2軍成績も載せているんですけれども、防御率は 2.41、 奪三振率は 28.5%、 フォアボール率は 8.6% という数字になっております。はい、まあ、及川投手もですね、まあ、1年目にですね、ちょっと投げすぎてしまって、怪我で丸2年投げられなかったっていう、まあ、非常にもったいない状況ではありますけれども、そこからですね、ちょっとこの2年間、抜け出せてないかなというような感じはします。で、チームとしても、及川投手を先発として大きく育てていくべきなのか、それとも中継ぎでですね、まあ、ロングリリーフであったりとか、まあ、対左というところをどんどん磨いていくのかっていうところが、まあ、かなりはっきりしてないというかですね、まあ、一軍に上がった場合にはやっぱり中継ぎ要員として呼ばれるんですけれども、ファームの方では先発登板をしていたりとかいう形でですね、ちょっとこう及川投手中ぶらりんなイメージになってしまっていて、まあ、非常に体も大きくてですね、魅力的なピッチャーではあるんですけれども、ちょっと伸び悩んでいるというのが現状ですね。で、今年に関して言うと、ストレートもですね、少し実は落ちてきてるんですよね。
まあ、去年なんかで言うと147キロ平均球速それぐらい出ていたものが145とか4ぐらいまで落ちてきてしまっていまして、でこの辺りがですねちょっと気になるところではあります。まあ、ただですね、まあ、及川投手もここで、まあ、終わってしまうような投手ではないと思いますし、まあ、あとはやっぱり育成方法ですね、まあ、先発として育てるのか、中継ぎとして育てるのか、ここがチームとしてはっきりしてくれば及川投手も、投げられるんじゃないかなというふうにも思います。まあ、個人的には、まあ、今の一軍事情を考えると、桐敷投手に負担かかりきっているというような状況の中で、もう一枚左でっていうところが欲しいとは思うんですけれども、まあ、その役割は及川投手ではないのかなというふうに思っています。まあ、岩田投手なんかもですねまだ試していないですし、まあそういう可能性がある投手っていうのもですねファームにもいますので、まあ、できれば及川投手はやっぱり左の先発、まあ、伊藤投手がですね今日、まあ、今年で言うとですねちょっとこう崩してしまったっていうところもあるので、まあ、左の先発投手陣の不足感というのもありますので、まあ、そういった形で育てていってくれればいいんじゃないかなというふうにも思っています。はい、まあ、ドラフト今年、2019年ですね。すいません。4位と3位は、遠藤選手と及川投手でございました。はい、今回ですね、ドラフト2、1、順番にサクッと見ていきたいんですけれども、皆さん、19年のドラフト1位に覚えてますでしょうか。ドラフト2位、1位の選手はこの選手たちです。井上選手と西純也選手です。はい、まあ、この年はですね、なので高校生ドラフトと呼ばれるようなドラフトですね、まあ、1位から5位までが全て高校生で、まあ、小川投手はですね、大学生ではありますけれども、そういった形になります。井上選手はですね、履正社高校出身の外野手でして、2022年、全て2軍成績になるんですけれども、2割2分2厘、11本塁打、三振率は 32.1%、2023年、打率は2割3分4厘、11本塁打、三振率は 28.7%、2024年、3割0分5厘、7本塁打、三振率は 25.9% という数字になっておりまして、まあ、皆さんご存知の通り2024年大きく飛躍した井上選手なんですけれども、この裏にはですね実際2023年8月ぐらいからですねノンステップ打法に切り替えておりまして、まあこの8月からですね本当に顕著に確実性がアップしたというような形でですね、まあ、一軍の切符つかみ、春にはちょっと結果出せませんでしたけれども、この秋、一軍でプロ初本塁打を放ったというような形になります。まあ、ただ荒さっていうところはですね、まだまだ、消えてはいませんし、まあ、何も考えてないんじゃないかなというような三振も結構多かったりもするんですけれども、そういった中でもですね、2軍ではありますけれども率をここまで、改善させたというのは、今年大きな、成果だったと思いますし、まあ、井上選手的にもですねプロ5年目ということで、まあ、大卒1年目の選手とですねほぼ同年齢というような形になりますので、結構勝負の年だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、なんとか一歩踏みとどまったかなというような感じですね。まあ、ただただね、こう一軍の成績見ていきますと、まだ物足りない感じっていうのはあります。まあ、ホームラン2本放ちましたけれども、率は低いですし、このノンステップに切り替えたっていうところを考えれば、もう少し確実性欲しいかなというところですけれども、ドラフト2位という順位でですね、取った井上選手、高積みしたというふうに言われないような成績をですね、来年は残してほしいなと思います。はい、そしてドラフト1位がですね西純也投手ということで、創志学園高校の投手ですね。キャリアハイは2022年でしたね。77イニングを投げて、防御率 2.68、打算率は 19.4% でファーボール率は 6.8% でした。まあ、皆さん西純也投手についてもですねご存知の通りですけれども、まあ、なかなかこう近年厳しいような状況になってまして、23、24とですね成績どんどん低下してしまっているっていうような状況です。はい、でまあストレートですね、まあ、西純也投手2022年はですね平均球速149出ていたんですけれども、それが147になり145になりということで、まあ、2軍の方でもちょっと打たれたりですね苦しんでいる状況でして、まあ、2軍ではですね今年78イニングに投げてるんですけれども、防御率 3.43 ですね。で4勝6敗1セーブという形になっております。まあ、西純也投手もですね2024年のあの大ブレイクをした年から見るとですねちょっとどうしてしまったんだろうなというような感じで、やっぱりコントロールの悪さ以上にですね球威で、押していけた西純也投手だったんですけれども、そういうところがちょっとここ最近ですね見て取れないと、やっぱり個人的にはこの WBC とのこう紅白戦というか
いや、オープン戦で投げた西純也投手がどうしても忘れられなくて、あの時の、西純也投手、2023年のだから3月とかですかね、が、まあ、一番輝いていたなというような感じで、まあ、あれ以降、あの西純也投手を上回るようなですね、投球というのができていないような状況です。はい、まあ、早熟だったと言われなければいいんですけれども、素材は本当に十分なだけにですね、来年以降のピッチングに期待していきたいと思います。はい、まあ、こういった形でですね、1位から5位まで高校生を取った、2019年だったんですけれども、まあ、俯瞰で見たときに戦力になっている、1軍での戦力になっているっていう選手がですね、正直なかなかいない状況でして、まあ、こうやって改めて見ると、うん、高校生ドラフト、高校生を取るっていうことのリスクは、まあ、かなりでかいんだなということも、感じる年だったんじゃないかなというふうにも思います。やっぱり1位確実にですね、社会人、大学生行きたくなるような気持ちはよくわかるかなというような感じですね。で、やっぱりこれからまあ高校生取るっていうところもですね、まあ、あるとは思うんですけれども、やっぱり高校生で大ブレイクしてしまうと、早期に FA で海外であったりとか、そういうところにっていうようなポスティング使ってとかってこともありますので、ちょっとそういうところでも、リスクとこうリターンというところにですね、効果がちょっとこう出てこないんじゃないかなっていうところも感じるところでした。はい、まあ、こういった形で2019年ドラフト、振り返ってみました。皆さんいかがお感じでしょうか。もしよろしければコメント欄の方にもですね、書き込みしていただけると嬉しいです。はい、今回ですねシリーズドラフト答え合わせということで2019年のドラフトを振り返ってみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。